やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日の題はじゃん。坂道シリーズの2022年の運勢を占いたいと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄に書いてあって、で、ツイッターのこのアカウントで、何月何日何時から受付するからねって書いてあるので、このアナウンス見てれば、予約取れると思います。はい、よろしくお願いします。さて、坂道シリーズ。ね、ちょいちょい今年も占ってってリクエストがあるので、3つセットで占います。ちなみに、吉本坂?最近活動休止したんだね。知らなかった。なんか、今さ、改めてこう、漢字書くために。まあ、わかるんだけどね。一応念のため、漢字間違いないように、こう、ウィキペディア見てたら、吉本坂今やってないんだと思って、そう。うん。乃木坂と桜坂と日向坂のそれぞれの一年の運勢を見ていきますね。なんか、昨日今日なんか、こう、スクープがあったのって、乃木坂だっけ?誰か、センターの人が。よくわかってないんだけど。何も、そうね。毎回のことだけど、よくわからないまま占います。乃木坂からいきますね。紅白って3つ出たんだっけ ?3 つは出てないな。いや、紅白見てたけど、どれとどれが出たっけって忘れちゃった。さて。ズバッと出ました。あ、乃木坂いいよ。あれ、本当に、なんかあったの乃木坂どこだっけ?な、桜じゃないことは覚えてんだけど、日向でも、乃木坂?点数にすると、70点くらいは入ってる。70点、80、70点くらいかな。いいと思う。すごくいい。過去力でしょ?こう粘り強く頑張ってやってきましたよ。うん、気力、体力ともに、こう、満ち溢れて、ね、活力ある、あったみたいな過去に出てて、今現在もね、世界何か完成したとか完結したとか成功して、うん、目標達成しました。とても輝かしい現在ですね。で、気持ちも、こうね、悪循環とか悪い環境から抜けようみたいな、うん、で、自分たちの行くべき道を行こうとかさ、なんかやる気に、全体的にこう活力、やる気、活力みたいなのが過去から現在にこう満ち溢れてんの。で、近い将来が女強行なので、若干こう、感情的、感傷的になってしまって、こう、論理的に考えられず、そうね、ちょっとこう、ネガティブに感情的に考えちゃうかもしれない。だから、一回こう、近い将来にこう、加担って、2、3ヶ月後とか半年後とか、下がる何かがあるかもしれないけど、まあまあ、総合的にいいと思う。彼女の、立場が皇帝を背景にし、苦み。皇帝は秋元さんだよね、多分ね。あ、でも、どっちだ?環境に法王が出てる。皇帝も法王も出てる。まあ、なんか、両方同じ人物の場合もあるしね。皇帝が背景にいることにより、なんか止まってんの。なんだろう。なんで皇帝が背景にいることで止まるんだろうな。立場はあんまり良くない。ただ、環境は皇帝、じゃあ法王が、ね、ちゃんと見ててくれるので、これ専門家の別の、他の先生かもしれないし、なんか、良い感じよ。良い感じの環境に恵まれてます。で、最終結論女帝なので、まあ、女王としての道を進むかな。とても良い、豊かな結果を得られると思う。対策注意点、陰者なので、内省するとかね。うん、たまには立ち止まって自分たちの内面、内側とこう話し合ってさ、自分たちここまで来たけど次はどこへ行くみたいな、ちゃんと考えながら行ってねっていうのが出てますね。はい。乃木坂さん、なかなかとても良かったですよ。はい。次、桜坂さん。桜ちゃん。未だにたまに欅って言っちゃうけどね。桜ちゃん立場どうなんでしょう最近。もうすぐ桜の季節ですね。ねえ。はい、ズバッと出ました。さあ、桜さんはあんまり良くないぞ。30点くらいかな。うん、この辺良かったんだけど、なんか内部で、
内部でごちゃごちゃってこう分裂したり、グループ内でなんか仲の悪い感じが出ちゃったりしてないかな。まず過去にマジシャンの逆なので、ちょっとね、創造性とか表現とかな、そういうところでちょっと若干足りないみたいな、表現力なり技術スキルとかが足りないか、もしくは秋元さんのせいか、何、あんまり曲に魅力がなかったりするか、どっちかかなって思っちゃった。で、今現在女帝の逆を背景に恋人だから、なんか、で、ね、気持ちのところにも女曲を出てるし、さあ、頑張るぞってなってく中で、なんかこう、彼女らの中でこう、わがままな人とか、ぶつかっちゃう人たちとかが発生して、中でこう人間関係がごちゃついて、何かね、見えないところで喧嘩なり、なんか険悪なこととかさ、何かしら人間関係のトラブル的なことは中でありそうだなって思っちゃった。ただそれを乗り越え、粘り強く頑張りますよ、近い将来は。ね、気力体力アップして、ゴリゴリ頑張っていきます。彼らの彼女らの立場。なんか今までこう、ね、最近、なんかなかなかうまくいかないとか、なかなか目標達成できない。この現状を打破すべく、ね、生まれ変わりたいは私たちみたいな、そういう気持ちは強いのよ。で、環境もいいね、正義なので、彼女らをこう、ちゃんと正しく公平に見てくれてる。これ、さ、ちなみに今、坂道シリーズ占う前に、ジャニーズジュニアを一気に占って、この環境がさ、みんな悪くてさ、ジャニーズ、ジュニア、事務所、今、めちゃめちゃになってんのかなとか思って、だけど、坂道シリーズは、環境がみんな良くて、安心した。脱線したけど。ただ、最終結論、桜さん、タワーの逆なので、トラブル、アクシデント、あとスクープされちゃうとか、あと誰かがこうもう限界ですみたいになっちゃうとかね、そういうことに注意かな。対策注意点は節制なので、自制心を持つとかね、そう、心を落ち着けて、落ち着いて行動するとか、ストレス溜めないとか、とにかく気持ちをこういかにこう穏やかに波立たせないようにいけるかみたいなのがポイントになります。はい、桜さんでした。次、日向坂さん。はい、ズバッと出ます。日向さんがあんまり良くなかったわ。20点くらいかな。最初はいいんだけどね。今はいいんだけど、だんだんあんまり良くないかな。まあ、過去もあんま良くない。過去、なんかこう、中途半端に何か終わっちゃったとか、やろうと思ってたのが、こう、中途半端、未完成に終わっちゃったみたいな、モヤモヤ感がありまして。でも今は、そのモヤモヤから脱出して、自分たちの行くべき道はこれだっていうのがすごい明確になって、すごい超スッキリ、目標に向かって頑張ってます。そうね。気持ちも、こう、もうなんか、ビシッともう、私たちはもう決めましたみたいな感じ、覚悟があるね。ただ、若干勢いが足りないかなみたいな、隠れたところで。で、近い将来タワーの逆なので、さ、ね、桜坂さんも出ちゃったけど、近い将来2、3ヶ月後とか半年後とか、トラブル、アクシデント、なんかスクープされちゃうとか、誰かが限界、もう限界ですになっちゃうとか、誰かがね、脱退しちゃうとか、なんか、その辺のことに注意かな。で、彼らの立場と環境はいいのよ。立場は雨の輪を背景に忍者だから、すごいラッキーな幸運の波に乗れて、で、その中で、自分たちのすべきことっていうのがすごい、ちゃんと分かってるよね。ちゃんと内省できてる。うん。立場はめちゃめちゃいい。で、環境も女帝だから、周りの、こう、坂道シリーズは全員環境が良かったね。すごく手厚くサポートしてくれてるんだと思う、周りが。うん、女帝が出たから、手厚くなんか、やってくれてるんだと思うよ。ただ、恐れのとこに接戦の逆で、最終結論皇帝の逆なので、皇帝の逆、これ秋元さんかなって思っちゃうんだけど、秋元さんが突然、超わがまま、身勝手なことを言い出すとかね。お前らじゃあ次からこれやれみたいな。
はぁみたいな。みたいな、晴天の霹靂みたいな。なんかいきなりワンマンなことをしだすみたいな可能性もあり得る。日向坂に超無茶なことを言い出すみたいなね。それはあり得るな。うん、で、対策注意点、力のカード。そうね。まあ、粘り強くやれよっていう意味もあるけど、日向坂さんに関しては、もしもなんか、この、トラブルとかアクシデントとか、秋元さんがこう、なんか、超勝手なことを言い出したみたいな、で、もしも仮になんか、グループから投げ出されちゃいましたみたいな時に、あの、一人でもやっていける強さみたいな、自立できる強さみたいな、そんなの持ってた方がいいかもって思っちゃった。ちょ、若干危ういな、日向坂。何があるか、ちょ、危険な香りがする将来。うん。はい。こんな感じです。はい。何もわからないまま、現状何もわからないまま占ってみましたが。はい。ね、皆様、頑張っていただきたいですね。また見たいですよ。最近、なんか露出が減ってない？坂道グループ。昔に比べたら、昔って、ま、なんか、2、3年前に比べたら結構少ない目だよね。ちょっと寂しいね。はい。じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん。じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。